さて、アルマティではめっちゃいい家に泊まりましたよ。Airbnb。2900円ぐらいだったけど。すごい家。綺麗なキッチンで、リビングルームも。このベッドがすごい気持ちよかったらしい。自分はソファでだけど、ソファベッドってここはテラス。これからビシュケックに行きます。これからキリギスタンに入ります。ここからキリギスタンに入ります。さて、キリギスタンのボーダーも渡って、ミニバスはこれから乗ってビシュケックにまた行きます。すげえ楽でしたね。ゆるゆるですね。キリギスの真ん中にいます。友達と一緒に。これが政府の建物らしいです。ちょっとロシアっぽい建物のスタイルで。キルギス料理を食べます。これからピラフのためで、これはシューマイみたいなやつとパン、トマト、ホシャン、ホシャン、シャカラ、ボルソ、ボルソ、ピラフ、プロフ、アシ、ボルソ、ハシャン、ラハマ、ラハマ。キルギスのパブに来ました。ライブミュージックはいいところです。これがキリスタでショットとか飲みます。夜だとこんな色になりますよ。今日はキルギスタンのビシュケックの Airbnb え、泊まりましたけど、めちゃくちゃ良かったです、今日も。一泊2500円ぐらいでした。あれが面白い。ということで、これからウズベキスタンに向かいます。カザフスタンもそうだったんだけど、家自体はすごい、なんだろう、家の外、建物自体はめちゃくちゃボロいんだけど、中がすごい綺麗なんで、不思議なこと。